高山徳太郎氏バクト人形地域住民の皆様方へ本日この場をお借りいたしまして皆様方にご挨拶させていただく機会を得ましたことにまず熱く感謝申し上げます施設建設中には特に近隣の皆様には騒音や振動など多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げますさて今回私どもが建設いたしました施設について 誤解や偏見、あるいは警察当局の悪意に満ちた意図的な風評から、一部に暴力団事務所だから反対しようといった動きがあることを聞き及んでおります。このため、本日は、私ども任教堂を歩む者へのご理解を少しでも深めていただき、皆様方の不安を解消いたしたく、お時間を頂戴する次第でございます。忘れもしません。戦時中。 軍事教練で訪れた琵琶湖の美しさに魅せられ戦争が終わったらこんなところに住んでみたいと思ったのが始まりでした以来このながらに今日構え50年近くになりますこの地を第二のふるさととして愛する思いは皆様にも決して引けを取らぬものと思っておりますその間数多くの者が任教堂を志し地元の皆様に育まれながら この地で過ごししてまいりましたその中には戦中戦後の混乱期を生き抜きただ食うことに精一杯で過ごしてきた者や社会からの差別ゆえに教育を受けられなかった者家庭の愛情に恵まれず行儀も何も教えられぬまま社会に放り出された者などさまざまな環境を背負った者たちがおりました彼らに対し任教とは文字通り男を認ずる生き方であり 真の男とは人のために生き、人のために死ぬ者と教え、決して人様のご迷惑になることなどしてはならないと諭してまいりました。このことは、人共道を歩む者のいろはの意として、誰もが骨身にしみるまで叩き込まれることです。それゆえに、この地にあって、私どもの身内で、皆様方のご迷惑となった者は、これまで一人もいなかったと自負いたしておりますし、また、今後も、 そのような不心得者は決して出ることはございません。まず、この点を十分お含みおきいただいた上で、私自身のことについて語らせていただきたいと存じます。先の戦争を生きた方なら誰しもご存じのように、すべてのものがあの戦争に巻き込まれていきました。私も徴用に駆り出され、軍事工場で、文字通り侵食を忘れ、すべてはお国のためにと。 働き詰めの毎日を過ごしましまたそれは最前線で戦う者と同じように大切な青春期を捧げた十五の戦いでもありましたところが終戦となってこれまで信じてきたものが全て誤破産となると今度は壮絶な飢餓状態の中で過酷な生存競争という新たな戦いが始まりましたおよそこれまで頭で考えてきたものなどべて吹っ飛んでしまいとにかく 毎日どう生きるか、どう空腹を満たすかということに精一杯で、およそ理性的な判断ができる余地などございません。かく言う私も、ちょうど育ち盛り、遊び盛りの頃という年代もあって、祖国、朝鮮に帰る親や兄弟から逃げるように、日本に残ることを決意いたしました。そこでは、将来のことや家族のことに思いを巡らせるより、どっちが空腹を満たせるか。 どっちが面白いかといった切な的な思いだけの決断でした。混乱の中で唯一頼みとするものは自分の才覚と腕っぷしだけでした。そんな実力の世界で生きることに見せられながらそれまで閉ざされていた青春の日々を取り戻すかのようにただうまいものを腹いっぱい食べることそして楽しいことを追い求めるのに夢中で過ごしたものです。人間の生きるといったエネルギーには。 そこ知れぬものがありますそのエネルギーは戦争に負けて天皇陛下に申し訳ないことをしたなどといった敗戦で打ちひしがれた気持ちなど軽く凌駕し凄まじいパワーとなって戦後の闇市に集約されていきました大げさでなく飢餓に苦しむ当時の人々の命を支えたと言える闇市に携わりながら戦後の混乱期を生き抜いた者にとってこのパワーこそ その後の日本経済の原点となったという密かな自負があります。当時闇市はそれまでのあらゆる階級など関係なくやりたいもの全てが集まり道路にむしろを広げ物を売るといった日本で初めて民主主義を実践したものロバート・ホワイティング著・著東京アンダーワールドでした。そんな中闇市で圧倒的なパワーを誇ったのが 強制連行や徴用から解放されて、街頭に溢れ出してきた在日朝鮮人、中国人、台湾庶民からなる第三国人であった宮崎学長、不定者とあるように、彼らのパワーにもまた、凄まじいものがありました。戦前、思わぬ侵略を受けて、祖国を好き勝手にされた挙句、連合国からは、戦争中は日本だったとして、戦勝国の位置づけも許されなかった彼らにとって、 日本人に対する苛立ちや復讐心は当然のことです。一方、闇市を我が者にしようとする彼らに対し、治安を担う日本の警察は、敗戦で地震を喪失し、占領で武装を制限され、闇市に沸騰するこれらのアナーキーなエネルギーに対抗できなかった、同、し下手に手を出すと、国際問題化する恐れがあった、飯野検事長、ヤクザ戦後仕事から、全くのお手上げ状態でした。 このため日本の警察官が彼らに襲われることがよくありました東京では渋谷事件が有名ですが昭和21年1月京都でも七条署が彼らに包囲されるという事件が起きました俗に三二松事件と言われるものですその時完全と立ち向かったのは他ならぬ任教同を志す者たちでした自分たちの縄張りを守ろうとしたことも事実であった一方で 警察の依頼を受けたこともまた事実、宮崎学長、鉄でした。審を受けたら義に生きる。助けてほしいと頼まれれば、命を懸けて守るのが任郷道に生きる者の,の務めです。所長の非常ベルで駆けつけた職員との間に小競り合いが生じ、これに応援のため、付近の親分ら1 0 4余が取って、変わりこん棒、相口などを振るって乱闘となり、 京都新聞昭和24年1月28日付双方多くの犠牲者を出しましたしかしみんなのため国のためと一途に信じるその思いから警察をそして日本人の命を支える闇市を我々自身の手で守ろうとする動きは全国すべての任教堂を志す者にとって共通した思いとなりましたあの山口組3代目の田岡和夫氏が 警察から一日水上署長に任せられた事実を見てもたとえ警察とヤクザといった立場の違いはあっても心ある者同士ならば思いを同じくすることがあることの証佐と信じております後年さまざまな書物からこの構想の影の仕掛け人が実は日本の旧支配層であったことを知りました日本人アウトロー集団が旧民の戦鋭として 解放国民と階級的に一体化する飯野賢治著ヤクザ戦の仕事を恐れた旧支配層は在日朝鮮人、中国人、台湾庶民ら解放国民武装団と日本人アウトローを血みどろに戦わせる必要があったどうわけです。飯野賢治氏は言います。日本人アウトローは権力に色目を使ったり 法の裏をこそこそとくぐり抜けるような少子民的昇進性は微塵も持たなかった。法そのもの、既成秩序そのものに積極的に挑戦し、公然とこれを破壊しようとした。権力者にとって、任教堂を貫こうとする者が往々にして持つこの直上傾向ほど、恐ろしいものはありません。しかし、これは、私どもが持つ良き面であると同時に、 権力者の都合に騙されやすいといった式面でもあります。その後の反共抜刀隊計画も、さらにそれに続く安保切り込み隊も、権力者たちの自己保身ための道具として、私どもが利用されやすかったという事実は否定できません。E 野検事氏はこう続けています。我々が反共抜刀隊計画から学び取るものがあるとすれば、権力は危機に直面したとき、 恥も外文もなく、ヤクザを満着、騙すことしてまでも、体制維持に視力を尽くすということである。話を指示に戻します。昭和25年、大津に移り住み、親分となる中川義太郎に出会い、それこそ、教託の第一歩から、多くのことを学びました。バクトである、一方、三校で、今の京都大学のインテリでもありました。 寒い思いをしている者がいたら、自分の着物を脱いで着せてやれ。ひもじい思いをしている者がいたら、自分の食べているものを食べさせてやれ、そんな男になれ。それが強悪というものだと。また、ヤクザである以上、博打も喧嘩もありましたが、それは、あくまで、弱きを助け、強きをくじくものでなければなりませんでした。片タ臭をいじめてはいけない。でないと。 ヤクザは飯を食えない。妊婦三照という言葉をもらったのも親分からでした。耐え忍んで生きろ。なおかつ、一日三度は自分を顧みて反省する気持ちを持て、私の土星人としての人生は、まさしく、この教えから始まりました。そんな中、滋賀県や大津市から、開設して間もない大津競輪場の警備をしてもらえないか、との話がまいりました。 中川が競輪場から正式に依頼を受けたものです。その後、協定場からも同様の依頼を受けることになるのですが、当時、まだ整備されていない警察にとって、私どもの力を借りたいという意向は、それほど不思議なことではありませんでした。バクトといっても、時代の流れとともに、いつまでもそれだけを生活の糧としているわけにはまいりません。また何よりも 政業を持ちしっかりとした経済基盤を築いてこそ強託としての人生を全うすることができると考えました。奇せずして、田岡氏もインタビューに答えて同じことを言っています。強託のその旗随員長兵衛は人入れ家業、つまり労働力供給という正常な家業を持ち、その収入によって世のため、人のために尽くしたので。 真の教格として後世に伝えられているのだろう。国貞忠治の方は、幕府で得た金で人の世話をした。略私は、この両者の違いをはっきり認識すべきだと思っている、井野健次長、山口組三代目。こうして、私は、これまで、さまざまな制御を手がけてまいりました。しかし、この状況も、昭和39年、 東京オリンピックを境に変わっていきました警察によるいわゆる第一次頂上作戦を機に暴力団排除が叫ばれるようになりましたこの施策もやはり時の権力者の都合によるものでした警察の取締要因は一構想事件の頻発に暴力団の広域化三オリンピックの開催の3点だったといいますしかし実際は暴力団を さまざまな形で利用してきた体制側が、組そのものの壊滅を狙ったことについては、それ相当の政治的背景があった、E の検事長、ヤクザと日本人わけです。ともあれ、その余波は、滋賀県の私どもにもやってまいりました。公営ギャンブルの警備について、まず警察が暴力反対だとか、暴力団の資金源となっているという攻撃を仕掛けてきました。それにマスコミが追随し、 県もどうしようもうよななくなったようですまさしく警察による経済封鎖でした結局頼まれごととして始まったこの仕事の最後もお願いされて手を引くことになりました警備だけではありません私が起こした建設会社万和建設も同様に解散を余儀なくされたのでした建設を通じて地域社会や個国の発展に貢献したいという思いで起こした会社でした ヤクザで企業をしている者は全部潰されてしまう。これから、お前らは本業一筋でやっていけ。この意を伝えるための解散式を、仲間70人らとともに、近江神宮で行った時の悔しさは、まるで我が子を葬り去るような思いでした。その後、万は建設解散の後を受け、それぞれが固儀となってできた企業は、現在、県下で最大手となっている桑原組をはじめ、 30年近く経った今もなおいくつか残っていますいずれも公共事業など建設を通じて個国の発展に寄与しそしてあるものは財を築きあるものは経済競争の荒波の中で淘汰されていきました警察が暴力団と決めつけ卑劣な経済封鎖を行ったことは私どもにとって遺憾ともしがたいものでしたこうして制御をもって 強格としての人生を全うするという生き方は時の権力者の都合という私どもにとっては全くの理不尽な理由から徐々に閉ざされていったのですヤクザといえども人間である以上食べていくために何がしかのお金を稼がなければなりませんしかし警察はこれまで必要な時は散々私どもヤクザを利用しておきながらいざ自分たちに不都合となるとその攻撃は とどまることを知らず、徐々に追い詰めていきました。憲法に保障された基本的人権を無視し、生身の人間を根絶すべき悪と決めつけ、完全に息の根を止めようとしたのが、平成3年にできた暴力団対策法です。ご存知のように、日本は法治国家です。悪いことをすれば、誰だって法律によって罰せられます。その法律があるにもかかわらず ヤクザだけを狙い撃ちする差別法を新たに作ったのでしたこの法律ではヤクザというだけで職業選択の自由を奪われ会社を起こすことや営業するといった正当な経済活動さえできませんヤクザすなわち任教同を全うしたい強格になりたいそう願って生きようとするだけで一切が封じ込められてしまうのですこれは明らかに人間を差別するものです 憲法では思想信条の自由が認められ法の下ではすべてのものが平等であるはずです。法の元人であるはずの警察がヤクザだけを対象に人権をも無視した差別法をわざわざ作り家族や友人までも巻き込んで暴力団と関係しているといったレッテルを張りまくっているのです。また警察が暴力団と決めつける根拠も欺瞞に満ちています。 1, 1暴力団の威力を利用して、組員に資金を稼がせる団体、2犯罪経歴者の政令で定めた比率を超えている団体、3代表者に、下に階層的に構成されている団体を暴力団としています。しかし、1、片着をいじめてはならないとする教えに背いてまでする商売を私が許すはずもない、2、いかに前科者であっても、刑に服し、罪を償った者を、さらに犯罪予備軍として扱うこと自体。 差別ではないのか、三親孝行することは、人間の有志以来、ずっと続いている教育ではないのか、ヤクザ社会での親分を、真の親として敬い、慕ってくるものを、階層的に構成されていると決めつけること自体、どのような認識をしているのか、と問いたいと考えます。暴体法で恐ろしいのは、その根底にある差別意識です。暴力のない社会の方が、いいに決まっている。 誰しもがそう思っていますそこに依存はありません確かに暴力団は文字通り暴力を振るう団体かもしれませんしかしヤクザは暴力団ではないのですヤクザ暴力団と決めつけているのは警察だけですこの悪意を持った意図的な決めつけそして暴力団対策法といった誰も異論を挟めないようなうまいネーミングによって巧妙に世論を誘導し 人々をだましていくのが警察のやり方です。警察は今の段階でこそヤクザを暴力団と決めつけ、私どもだけにその網をかけています。しかし、その決めつけは、普通に市民生活を送るあなたにも、いつ降りかかってこないとも限りません。人と少し違ったことをしている、他人からは理解されがたいが、強く信じる宗教がある、警察や政府に対して批判的である。 例えばこんな理由だけで、何らかのレッテルを貼られ、今の私どものように封じ込められる可能性があるということに気づいてほしいのです。一つの差別を許せば、その差別は、次の日にはあなたに向けられるかもしれないのです。防法は、国会会ののの場で、で上かから1ヶ月、わずか8時間の審議の末、全会一致で成立しましまた。憲法を守ることを 戦前思想弾圧に苦しんだ政党も誰一人としてこの現代版治安維持法に事を唱える者はいませんでしたマスコミもまたしかりでしたあの時次に差別されるのは自分たちかもしれないといった危機感があれば報道や言論の自由を標的にした今回の個人情報保護法の成立も阻止できる素地が芽生えていたかもしれないのです10年前この差別法を許したばっかりに その後、盗聴法をはじめ住民基本台帳など、市民社会をがんじがらめにする法律が次々と生まれていきました。警察や政治家など、権力者にとってみれば、市民など騙しやすいものと、なめてかかるきっかけを与えてしまったようなものです。もう一つ許せないことがあります。先に申し述べました通り、警察の暴力団対策の裏には、必ず自分たちの都合があります。 警察や時のの権力者の得て勝手な政治的背景が潜んでいます暴衛法の場合さまざまな理由があると言われていますが一番大きな要因は警察ービ B の就職先の確保でした彼らはそれをどのようにして手に入れようとしたのでしょう